1969年撮影拍子を手掛けた、ビアードテイルズ1937年12月号、バージル・ウォーデン・フィンデイは、アメリカのイラストレーター。アメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター生まれ。戦前から戦後にかけて、ファンタジー、SF、ホラーのパルプマガジンに、多くの美麗な差し絵を発表した。フィンデイが得意とした手法は、極細のペンによる、 高密度の点描とクロスハッチングやスクラッチボード等で非常な手間と時間がかかるものであったが彼は35年の経歴中に2600以上の作品を残した。作風の特徴としては当時としては顕著な感能性が挙げられる。高校時代のバージルフィンデーは絵画と死に対する彼の情熱をその生涯にわたって継ぎ込むこととなるパルプ史を見出した。 SF のアメージングストーリーズ誌とファンタジーとホラーのビアードテイルズ誌である。21歳の時、彼はビアードテイルズ誌の編集長、ファーンズワースライトに出来栄えに自信のある6枚の絵を送付した。最初ライトはフィンレイの作品のようなとても細かく繊細な絵画がザラザラのパルプ紙にうまく印刷できるかどうか疑問視していた。しかし、 それが可能であることがわかるトライトは、フィンレイの作品を買い始めた。フィンレイの差し絵は、ビアード・テールズ史1935年12月号で、デビューし、1954年9月の最終号まで、合わせて62の号に掲載された。1937年2月から1953年3月号については19色印刷の多色ずり表紙を作成した。その後、 他の雑誌に急速に仕事を広げ、彼は、あっという間に、人気イラストレーターとなった。1938年、彼は、アメリカン・ウィークリー誌で、エイブラハム・メリットのための仕事を始め、そのために、ロチェスターからニューヨークに転居した。1938年11月16日、幼馴染みのベバリー・スタイルズと結婚。しかし、大都市での生活と新しい仕事は、 決して順調なものではなかった。その証拠に、この時期の彼は二度首にされ、二度再雇用されている。それでもフィンレイは、1938年から1943年までは、同志のスタッフとして、また1946年から1951年までは、フリーランスのイラストレーターとして、同志とメリットのために大小を合わせて845点の作品を制作した。 フィンレイは第二次世界大戦ではアメリカ陸軍に勤め南太平洋戦線特に沖縄での大規模な戦闘を目の当たりにした。福音後に画業を再開 SF の雑誌や書籍に多くの仕事をした。1950年代以降パルプ氏の市場は先細りになりフィンレイは新たな発表の場として先制術専門誌を選んだ。また成人後は 人生の全般にわたって、試作を続けたが、その作品のいずれも、彼の生前に出版されることはなかった。フィンレイは、1969年初めに、ガンの大手術を受ける。一時は仕事を再開できるまでに回復したが、ガンが、再発し、1971年に死去する。56歳であった。ありがとうございます。